東京五輪陸上女子やり投げ予選3日国立競技場。北口橋場見花、ジャルは1本目にシーズンベストの62m06を投げた。予選 B 組4位となり、同種目では64年東京大会の佐藤寛子、片山美佐子以来、日本勢で57年ぶりの決勝進出を決めた。日本記録 66m00 保持者の北口は、第1投から予選通過ラインの 63m にあと約 1m と迫るビッグスローを披露。2投目は 59m55、3投目はファウルで終えた。